皆さん、こんばんは。今日は2023年7月25日火曜日です。今日のテーマは、習近平政権の危機。中国の外務長官、陳ン・さんですね。行方不明となって1ヶ月となりました。そして私はよく言いますが、中国政府ですね。敵がなくなると仲間が 敵となりますこれについて話をしたいと思います。中国の外務長官陳さんですね、1ヶ月間も行方不明となりました。これは世界で話題となっています。しかしですね、それでも中国政府、あるいは習近平政権ですね、説明はしません。成長の国ではですね、政府の要人、特に外務長官ですね、 行方不明1ヶ月間はありえないんですよ。でも中国では今の結果論ですが普通ですね。これでわかるのはですね、習近平政権はとても不透明です。そして中国政府と付き合って本当に安心できるでしょうかアメリカは最初ですね、陳さんは行方不明となってコロナに感染したよねと思っていました。 現在ですね、噂ではありますが、愛人のことをですね、事実でしょうかと分析しました。でも、陳さんのことをですね、内部の闘争で負けたよねと言っています。原因はですね、陳さんは少々知識はあります。そして彼は習近平に咲かれていました。周りに嫉妬されていました。 噂ではですね、陳さんの奥さんは、習近平の奥さんに手作りの月餅を贈りました。これで陳さんは習近平に好かれました。陳さんはですね、ここにいますけれども、上はですね、副総理です。一番上は習近平と李総理ですね。副総理は4人ですね。それから5人の国務委員ですね。 陳さんは外務長官となってすぐに国務委員となったんですよ。外務省においては王義ですね。日本語ペラペラの王義は陳さんの上司です。陳さんより偉いんです。しかし政治的な地位においては陳さんは王義には負けないんですよ。つまり二人はライバルっていう関係です。アメリカの分析では陳さんの噂ですね。愛人ですね。 の噂が流されていて、でも中央政府にしても中国のメディアにしても説明はしません。そして世論の,の管理は全くしません。この状況において誰に有利でしょうか結論ですね。王義さんは容疑者です。王義はですね、陳さんより偉いです。でも、いつかですね、自分を超えてしまうんですよ。現在ですね、バイデン政権としては 中国政府に対して陳さんのことを聞きません。原因はですね、聞いても真実を教えてくれるとは思わないからです。アメリカの分析では、これから陳さんですね、賄賂、あるいは汚職の罪名で起訴されて消えるでしょうか。でも、習近平の性格から分析すると、陳さんはですね、この後ですね、数日後、急に出てきて何か 何もなかったように外交活動を引き続きする可能性もあるんですよ。やはり習近平は独裁者ですから予測はできません。でも世界はみんな見ていますので、中国の外務長官は1ヶ月間も消えました。そして彼は習近平に塞かれていた人ではあります。そしてこれでわかるのは習近平政権ですね。国内の世論の,のことを気にしません。 そして国際社会に何を言われても全く気にしません。中国の経済のデータ、金融のデータにおいても透明度は低いんです。現在、中国国家の官僚の行方も公開しないし、普通に行方不明となったんです。中国政府はいつも嘘をつく隠蔽が癖ですね。 コロナのことも隠蔽しましたし、まあ当時ですね、SARS のこともそうでしたが、今でもコロナに関する情報、データを隠蔽しています。この状態で外国の組織にしても、会社にしても、商家にしてもとても不安です。そして陳さんはどうなるでしょうかこれは重要ではありません。なぜなら彼の代わりにまた誰かが習近平に指定されて登場します。 でも大事なことはですね、習近平は国内、国際社会に説明する必要はないと思っているんですよ。このことは大事です。習近平は一人体制となってリスクは本当に大きいです。中国の官僚と付き合っても、会談しても、その官僚がですね、いつ消えてしまうかはわかりません。習近平政権ですね、キッシンジャーさんに力を入れて、 大歓迎しました。しかし、ホワイトハウスが発表しました。キッシンジャーさんですね。アメリカ政府の代表として、北京を訪問したことではありませんよと言いました。そして、ブリンケン国務長官、イエレンさん、ケリーさんですね。3人、北京を訪問しても、習近平は出てきませんでした。でも、アメリカの政治家ではないんですが、引退したんですね。政治のゾンビ。 キシンジャさんと会談しました。でも習近平はまだフィリピンの元大統領ドテルテさんのことを大歓迎して会談しました。引退したんですよ、でも。習近平は言いました。あなたは大統領の時代、中国との関係を強化しました。両国の友好に貢献しました。中国はずっとフィリピンのことを重要国として付き合いしたいです。 これからもあなたの活動に期待したいです。そして、ドトルテは言いました。中国の支持に感謝する。特にコロナのワクチンに感謝する。両国の国民は友好を望んでいる。多くのフィリーチンも期待している。これから両国の友好を推進するように活躍したいです。と言いました。やはりですね、お金はもらえると思うんですよ。 フィリピンのですね、マルコス大統領は言いました。ドテルテさんはですね、北京を訪問した。何を話したのか帰ってきて話をしてくれると信じています。ドテルテさんは習近平に南シナ海でのことを訴えると言いました。フィリピンの船の通行を止めたり、中国の海警船ですね、やっていますから。私はドテルテさんですね、北京を 訪問することを事前に知っていました。でも、ドテルセさんは、習近平とは友達ですね。ドテルセさんは、大統領の時代、麻薬戦争を起こしました。証拠もないのに、数千人のことを処刑しました。国際刑事裁判所は調査しています。ドテルセさん、およびドテルセ政権の官僚に責任を追求しようとしています。と言いましたね。 つまり、マルコスさんにしては、クズのドテルテさんですね。習近平と全く同じですよ。この二人は友達ですよと。というふうに表現しました。これでわかるのはですね、習近平の政権は本当に無茶苦茶です。ブリンケン国務長官、財務長官イエレンさん、気候変動大使ケリーさんですね。の訪問を大事にしませんでした。出てきませんでした。 でも、シンジャ者ゾンビのことを大変歓迎しました。キシンジャ者さんのことを利用しようとしました。また、フィリピンのマルコス政権の外交を強化せずに引退した元大統領のこと、ドテルテさんのことをまだ利用しようとしました。現在ですね、奥義外交トップの発言は、以前と比べて、挑発態度は少しですね、静かになってきました。 2021年7月ですね、アメリカの国務次官シェルマンさんですね、中国の天津を訪問しました。やはりアメリカとしては中国との行動ですね、交流大事ですよという意味ですが、当時中国の外務長官である王毅と会談しました。そして当時ですね、記者さんですが、今はアメリカにいる中国の大使さんですね。 この人はシャさんですね。これから多分ですね、チンさんの代わりになるという人物でしょうがと思いますが、このシャさんはですね、リストを開けたんですよ。16条あって、中に1場はですね、ものすごい大変でした。当時ですね、中国は意見を出しました。アメリカとして中国との外交ですね、あるいは交流を再開するには、アメリカの法律、行政をですね、修正してもらおうと。 大事な意見はですね、共産党員の渡航を解禁してもらう。共産党員の親族、渡航の解禁。また、アメリカにある資産の凍結をやめてもらう。そういうふうに意見を出しました。これで、シェルマンさんはですね、の顔色がものすごい悪かったんですね。当時の写真ですが、シェルマンさんと大きいですね、のテーブルはやはりちょっと遠かったんですね。これは、 プーチンさんのテーブルを思い出しますが、そしてシャルマさんはいつも笑顔ですが、でも顔色はすごい悪かったんですよ。ここからですね、アメリカは中国の関係の改善の要求にはもう応じませんと決めたんですよ。つまり、習近平の外交はむちゃくちゃである混乱もしていて、非常識ですね。しかし、ゾンビの疑心者、そして引退した ドセルテですね。読んで会談することをしたんですが、これで分かるのはですね、習近平にはアメリカ、またフィリピンとの関係を改善したいと思っているんですよ。しかし、できません。フィリピンのマルコス大統領ですね、最初は中国との関係を良くしようとしたんですよ、実は。やはりアメリカと中国の間でバランスを取ろうとしました。 ただし、中国側の挑発が続いて、これで完全にアメリカ寄りとなったんです。しかし、習近平はドテルテさんに力を入れて、これから外交活動、両国の友好を促進してもらうんですね。しかし、ドテルテさんは引退しましたし、習近平の行動で常識に考えるとですね、マルコツさんはきっと嫌なんですよ。 そういう嫌な気持ちになっていると思います。原因はですね、習近平の外交方針とは、ルールはないこと、常識もないことですね。チンピラ外交です。当時、王義元外務長官と陳さんですね、彼は外務報道官でした。その時代からですね、チンピラ外交がメインでした。強い発言で挑発する。喧嘩も売ります。相手のことを 建設すす。るためではあります今まではですね、中国政府の魅力の外交を使っていたんですが、それを放棄しました。チンピラ外交にしました。しかしですね、奥義はもうすぐですね、あと3ヶ月ぐらいで70歳となります。そして彼の上手である陳さんは未だに行方不明ですね。アメリカ側の情報ですが、インドネシアで 開催されたアシアン外相会議ですね。王儀さんが参加するよと発表して、陳さんは行きませんよと発表して、インドネシアはですね、当時慌てて王儀さんの服装をですね、作る手配をしました。インドネシアの民族服装ですね、来てもらうためでもありますので、やはりオーダーメイトですね。中国の官僚が急に消えても、ありるよねと世界で 今は話題となっています。実はですね、これは習近平政権にとってはあんまり良くないんですよ。やはりですね、国と国の付き合いにとっては、透明度、そして信用度は一番ですね。これで分かるのはですね、習近平政権の信用性はゼロですね。自分の部下であっても、中国の官僚であっても、外務長官はですね、いつでも消えるよね、というふうに思ってきます。 現時点ではですね、チンさんと愛人さん、夫さんのことですが、噂ではありますが、でも、真実の可能性は高いんです。やはり、息子さんですね、生まれました。では、チンさんはですね、今後、どうなるでしょうか。アメリカで、息子さんが生まれました。愛人さんはですね、SNS で自慢をしました。中国の官僚ですね、愛人がいても、100人いてもですね、普通なんですよ。 そして中国の官僚ですね。愛人さんは100人いたん。これも普通なんです、実は。動画でも話をしましたが、中国の中央テレビも普通に報道しました。でもですね、子供が生まれるとですね、これは習近平政権にすれば初めてなんですよ。いつもですね、公開しませんので、愛人さんは自慢しないからです。中国ではですね、初めて各し子がいて、 重厚の罪となって失脚したのは一人だけいたんですよ。中さんですね。中小母さんです。彼は元統計局の局長でした。女性の記者さんと不倫しました。女性とはですね、小さんです。小さんは上海財政番組の記者でした。中国の官僚はですね、アナウンサーとか記者のこと大好きですね。子供が生まれて、 戸籍の、えー、父親の欄にはですね、この東渓局の局長さん、中さんの名前と書かれてあったんですよ。彼はですね、北京と上海に家族を持つようになったんですよ。記者の親もですね、なので、この女性のですね、小さんのお父さんお母さんもおかしいんですよ。普通ではありえないんですけれども、この記者の親もですね、容認しましたし、 自分らとほぼ同じくらいの年齢の義理の息子ですね。あるいは愛人ですね。のことを大歓迎しましたね。今やはり官僚ですよね。外から見て普通の家庭だったらしいんですよ。しかしですね、彼は統計局の局長、兼統計局の初期まで昇進しました。これで中央テレビはですね、愛人さんがいて、そして子供が出産したんですよ、と。 こういう情報を公開して、彼は失脚しました。当然ですが、内部の告発なんですよ。罪は重婚罪、汚職、賄賂、そういった罪で、党から除籍となったんです。彼はですね、初めて中古の官僚で、あの、初めてですね、重婚の罪で失脚した4年っていう官僚となったんですよ。 これで、中国ではですね、暗黙のルールがありますが、愛人さんはいてもいいんですよ。1 0人とかですね、いてもいいんですよ。でも、子供はダメです。子供がいたら、重5の罪で起訴されます。あるいは、いてもいいですが、静かにして、バレないと問題はありません。あくまでですね、自分は、あの、自慢しなくてもですね。ただ、自分の愛人さんですね、大体自慢するんですよ。現在ですね、噂では、 当はですね、陳さんのことを調べています。やはり子供は生まれました。彼は子供のお父さんとしてアメリカで登記したでしょうか。そしてこの間出産したですね。介護したでしょうか。病院にそういう書類ですね。彼のサインはあるかどうかですね。調べています。そして愛人さん、あるいは息子のために今後アメリカでの生活ですね。どういうふうに 計画したでしょうか例えば、不動産ですね。財産ですね。資産ですね。というふうに、えー、準備したでしょうかそういうふうに調べています。チェーンさんはですね、今後、消えたままになるでしょうか可能性としては、一つ、中国の政府として声明を出して、何々、何がですね、問題はありのので、もう終わりですよ、と。つまり、消えたままですね。二、重厚の罪で起訴されます。三、 賄賂、汚職ですね。そういった罪で起訴されて消えます。ただしですね、南京であっても、まあ彼はですね、陳さんは自由の行動はできなくなると思います。まあ陳さんはですね、一つの事件となったんですよ、実は。まあ中国、この国はですね、とても不透明です。そして、とても危険です。自分の仲間ですら消えてしまうんですよ。普通に消えるんですよ。外務長官ですよ。 普通に毎日ですね、テレビに出ていましたし、でも消えるんですよ。これが習近平政権の危険ですね。そして中国政治の不透明さでもありますが、これがですね、私は動画で言いましたが、中国の政府ですね、普通であれば、まあ例えば習近平派ですね。そして習近平を反対する派もいるわけですから、やはり戦うんですよね。しかしですね、 敵がなくなってくると、習近平の部下であったり、自分の仲間ですね、であったり、仲間同士がですね、敵となってくるんですよ。やはり内部の告発ですね。そういうふうになってくるんですよ。習近平はですね、どういうふうにそこで調整するでしょうか。これはですね、彼にとっては非常に難しいと思います。これがですね、中国の独裁政権、あるいは独裁者の悩みでもありますが、 普通の国はですね、ここまでなるにはですね、やはり止める側はいるんですよ。例えば、陳さんはやはり外務長官ですから、ここまでやるとですね、1ヶ月も消えるのは国際社会にやはりどういうふうに見れるのかよくないですよね。やめましょうかというふうになってくるんですよ。しかしそれをですね、止める人もいないんですよ。これがですね、中国の今の政治体制の問題ではありますが、 非常に危険なんですよ、実は。これがですね、どんな社会で影響あるでしょうかまたですね、中国の社会について話をしたと思います。この動画はここまでしたと思います。最後、いのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。